杉山敏郎は、日本の医学者、精神科医、医学博士。浜松医科大学児童青年期精神医学、講座特任教授兼愛知省に、保健医療総合センター診療科非常勤医師、浜松市にある子どもの心の診療所でも勤務、されている日本における高機能自閉症や、アスペルガー症候群の権威の一人。最近では、子ども虐待にも、関心を持つ。 クルメ大学医学部卒業。同大学卒業後、クルメ大学医学部省に科学教室、名古屋大学医学部精神医学教室に入局。その後、静岡県立病院養子層、愛知県心身障害者コロニー中央、病院精神会長を務め、カリフォルニア大学ロサンゼルス高神経精神医学研究所に留学した。 そして、名古屋大学医学部精神科助手を経て、静岡大学教育学部教授、名古屋大学医学部非常勤講師、愛知省に保健医療総合センター診療科部長兼保健センター長に至り、2010年10月1日に浜松医科大学特任教授へ就任。読売年間2016年版、P372、静岡専門民養成講座で、 謝礼浜松井大学長ら2010年7月8日中日新聞長官静岡県版子供の心の診療所2017年12月22日閲覧静岡県静岡市生まれありがとうございます